はい、じゃあ今日は、コンサルタントを目指す人っていうところで、まあ、我々があの人生のバランスシートっていうところで、コンサルタントを目指す人の、自分自身の価値っていうのを説明してるんですけども、それについて自分の資産っていうところで固定資産っていうところと費用っていうところで、まあ、企業会計として見た時に、どっちがどういうメリットがあるんだっていうところを小田さんに伺っていこうと、相談していこうというところです。はい、じゃあ小田さん、今日もまたよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。で、あの小田さんに、準備してもらった固定資産とするメリット、費用とするメリットっていうのがあって、で実際に、まあ、単純な話、本当に費用とすれば1年間で終わるっていう話と、固定資産とすれば償却期間に合わせて、いわゆるコスト計上していくっていう、まあ、本当にそういう話でしかないですよね。そうですね、はい。で、あの我々がですね、まあ、いろんな企業さんと話している時に、あるいは我々の業務で財務分析したりする時に、固定資産っていうのと、まあ、それで、財務諸表で当然数値が出てくるわけで、で費用ってすると PL の方に行って出てくるわけなんですけど、あの実際に業務をするときに、その財務諸表を 見ればこれは固定資産だ、これが費用だっていうふうに、まあ、あの意識して分析するんですけど、業務を実際やってるときに、これが固定資産だからどうしようとか、これはもう費用処理したからどういうふうに使おうとか、そこまで意識してやることってほとんどないですよね。そうですね、まあ、一般に財務分析するにあたって、まあまあ、そうですね、それほど意識はしてないですかね。はい、で我々もですね、過去に ある案件で、いわゆるその固定資産というかバランスシートを、企業の中のどのレベルまでバランスシートを作ってるかっていうリサーチをしたことがあるんですよね。日本企業の場合は大手も含めてですけど、バランスシートを持つのって大体事業部単位ぐらいでしか持ってない場合が多くて、で、欧米の場合はですね、製品単位までバランスシートを持ってるっていう企業が結構いたんですよ。うんうん、はい、まあ、私、まあ、そのあたりの差ってどこにあるんだろうっていうふうに考えてはいたりしたんですけど、でも実際にそのマネージャーの人たちとこう話していくと、そこまでそのこれが固定資産だとかそういうのは意識してなくて、なので、まあ実務上はそんなに関係あんまり考慮しなくていいのかなという認識なんですよね。で小田さん、人生のバランスシート、自分自身のバランスシートっていうのを意識した時に、これはまた話が変わってきて、これって単なるコストだよ、で1年間というかもうその瞬間に失われるじゃないですか、人の場合は。はい、であるいはこの経験をすることによって自分の中に何かを溜め込むんだっていうのが、まあ、我々が人生のバランスシートで伝えたい固定資産っていう、固定資産というか、はい、まあ、無形資産ですけど、はい、という話じゃないですか。はいはいはい、なので、まあ、企業経営にとってはもう本当に単年処理するか、償却期間で処理するかですけど、人って、費用とするのか固定資産とするのかっていうことを意識することによって自分の価値が膨らんでいくというのが私の考えなんですよ。あ、じゃあ自分の中でいわゆるこの支出は無形資産として捉えるっていう、うん、そうですそうですそうです。あ、はい、なので、まあ、いろんな経験をしてそれを資産として自分の中に溜め込むんだっていう話を今までしてきたと思うんですけど、うん、はい、で例えば本当に単純な話、旅行に行ったっていうのが費用というか、その投資っていうふうに見ると、それを単に言って、あ、それで終わり、楽しかったで終わりっていうのが費用なんですよね。なるほど、はい、でその中でいろんな経験をして、あるいは人と知り合って人脈を作って、例えばその話を他の人といい意味でこう共有していったりとか、それって資産っていうイメージなんですよね。なるほど、はいはい、なので、まあ、同じように処理はするんだけど、それが自分の中に残るように、自分の中の資産として、貯めていく意識を持つっていうことが大事っていうところなんですよ。うんうん、
企業会計の場合はもう法律というか税務上これを資産とするか費用とするかっていうのが決まっているので、はい、まあ、あまり人も、ね、あの経営者もあんまり意識しないと思うんですけど、人ってそこを意識するだけで、全然変わってくるし、将来の自分のその自分をもとにコンサルタントをやるっていう人たちはそこがすごく大事、それを意識して今からやっていけば、将来あのもっと楽しく仕事ができますよっていうところなんですよね、はい、そうですね、まあ、確かにそういうふうに意識すると、なんていうか、まあ、一つ一つの資質が資産としての資質なのか費用としての資質なのか、はいはい、こう自分の中でこう意識するだけでもいわゆる資産として溜まってくる部分が変わってくるかもしれないですよね、はい、まあ、本当に企業会計で私なんかも実際見ていると、もうあの税務上の、処理っていうことぐらいしかみんな、うん、あるいは本当にキャッシュフローでっていうことしか意識してないんだろうなと思うんですけど、個人として見たときに、はい、で、資産と費用を自由に自分で決めれるっていうときに、もうすべてを、資産とするんだ、すべての支出をね資産とするんだ、それが、大事っていうところだし、それによって、はい、お金も本当に無駄になるんじゃなくて自分の中に残っていくし、はいはい、でそれによって仕事ももっともっと楽しくなるし、うん、まあ楽しくなるかそれによっていっぱいいろんなお客さんができて負担がいっぱい増えちゃってっていう話もなるかもしれないですけど、まあそれはそれでいいことだと思うんですよね、はい、なので、まあ、あのまあこれって本当にコンサルを目指す人だけではなくて、小田さん自分でこうやっていて、はい、そのあたりを意識すると自分の仕事って変わってくるかなと思ったりします。例えばあの、はい、積極的に飲みに行きなさいよっていう話があるじゃないですか、はい、この間誰かあの国会で問題になっていたあの人が、はい、あの私は飲み会を断ったことがないっていう人がいたじゃないですか、 あれもやっぱりその自分の人脈作りというか将来に対しての自分自身の投資だったと思うんですよね、はい、私はね、そうですね、あのそういう意味で言うと、あの私もなんていうか、そういうあのコミュニケーションとか、はい、まあ、旅行一つでもそのやっぱ経験とか、まあ、料理経験とかで意識はですよね、あの、はい、します、はいはいはい、しますけども、はい、今までそれなんていうんですかね、頭の中でこれは無形資産とかっていうカテゴリーで、はい、あのやったことはないですけど、まあ、意識はしますね、はい、はい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 、私はですね、あの会社経営始めて、いろんなことが資産になるんだって、これはもう本当に10年後に資産になるんだ、そのために今、例えばね案件があった時にその案件で、親しくなる人たちっているじゃないですか、はい、で、はい、そこで多くの会社の場合案件が終わってしまう、特にコンサルで短期的なプロジェクトでやる場合案件が終わってしまうとその人たちの付き合いがなくなるじゃない、うんうんうん、はい、で私の場合はそれが終わってもその人たちとの関係って将来的な資産になるんだっていうのをずっと信じて、ずっとまあその100人あったら100人お付き合いできるっていうのはないんですけど、はい、まあ、小田さんともそういうことなんですけども、はい、それってうちの中で資産っていううちの会社の中で資産となっているのは今もう10年13年かな、うん、コンサル会社やってますけどすごく体験できるんですよね、はいはい、で楽しいというか、まあ、あの仕事関係なく一緒に、食事に行ける人たちも多いし、でまた仕事になればそんでいろいろ頼めることも多いんですよね、はい、なのでそこをですね結構小田さんも今から認識を強くしておくと、はいはい、将来本当にあこれやっといてよかったなっていうのが結構あると思います。あでもそれはあの、はい、分かりますね。私も前職は、まあ大きい監査法人にいたの で、 なんですか、はい、あんまりそのやっぱり企業に属してるっていう形だったんですけど、今は、まあはい、一応まあ会社の一部ではあるんですけども、とは言っても、はい、かなりあの小さい会社で、まあ、ほぼあの自分の力で、はい、自分の業務が動くような形なので、はい、なのでやっぱり今 の、 あの状態になってからはかなりその一つ一つの出会いとかつながりとか、はいはい、っていうのが、はい、まあ、あの後々生きてくるっていうのはもうだいぶ理解できているというか、はいはいはい、そこは私も、はい、あの大切にしています。
はい、で例えばこの時に、はい、こういうふうな誘いがあった時とかこういう人と出会う、機会があった時にあ行こうかな行くとしんどいなとかあるいは行ったら何があるか分かんないじゃないですかそういう時にこれって自分の資産となるもの別に行かなくてもその家で勉強してればそれはそれでまた資産となってくるんで、まあ、それを比べながらどっちが長期的に自分の資産となるのかっていうところをね意識してやっていくといいのかなと思います。はい、はい、